チャス、エリカです。今日は東京都の池袋に来ています。イエーイ。私会社辞めたてなんで結構フリー状態なんですよ今。会社辞めたてなんでフリーの一日をね、今日はルーティン動画で紹介しようと思います。ではスタート。あなたはまたあの頃のようにお出かけしたいですか？イエス。本当は誰もが望んでる。あなたは本当は自宅にこもる日々はストレス？イエス。けどあなたのおかげで大切な命を守れる一歩につながってる。いつもありがとう。あなたは数年後この試練を乗り越える運命。あなたは乗り越えたから強くなれる。乗り越えた先にはあの頃大変だったよなと語れる日が必ず来る。数年後楽しい未来は必ず来る。その日まで限られた中で信じて楽しく笑っていきよう。サイズ到着。やっとお昼ご飯食べるよ。ミラノフードリア一つ。待機中はインスタグラムチェックするよ。読書タイム。ミラノフードリア到着。果たしてお味は？からしフレークをかけます。皆さんお気づきだろうか、ワックスつけてないから髪もサボさんって超恥ずかしいんだけど。みんなは辛いの好きですか？私は辛いの好きです。サイズで食べるときは必ずからしフレークかけます。個人的には辛さ控えめで美味しいよ。かけすぎちゃった。池袋の動画どうだったでしょうか。ってことで皆さん、もしよかったらね、ぜひ池袋遊びに来てください。エリカは月に1回池袋行ってるので、いつかね、みんなと遭遇できればいいなって思ってます。もし遭遇できたら一瞬だけ写真撮りましょう。ってことで皆さん、この動画を見てくれて本当にありがとうございました。この動画がもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。みんなのコメント待ってるよ。ってことで次回のリカチャンネルとお会いしよう。バイバーイ。